安曇野市明科フラワーイン大月楽し花辞典、今日も智之さんに園芸レッスンを教えていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、今日はコロナ対策ということで私たち距離を離れてそうですね、あの撮影をさせていただいております。ちょっと変な、ね、感じしますけどね。ちょっとね、違和感が ねありますけど、ただ喧嘩してるわけではないってことですね。そうですね、はい、です気持ちはくっついてますので、ね、あ、それはどうかな適度だね、気持ちの距離も空いたということでいいビジネスパートナーでよろしくお願いします。そうですね、よろしくお願いします。はい、さあ、私すごいいいことありまして、はい、実はですね、はい、長年勉強していた野菜ソムリエ合格しました。やったー、すごいじゃないですか。そうなんですよ、やはりこの番組で野菜やお花をずっと勉強しまして、はい、もう3年ぐらいにも経つんですけども、はい、もうかねてからちょっと取りたいなって願ってたんですが、はい、ちょっとこの機に今年新年の目標として野菜ソムリエを目標にして、そしてなんと合格を、はい、しました。おめでとうございます。ありがとうございます。どんなことがあれなんですかね、野菜ソムリエっていうのは。そうですね、野菜ソムリエは野菜の知識を身につけて皆さんに伝えるっていうのが役割ではあるんですけども、はい、まあ、試験の内容としては野菜の知識だけでもなく調理の仕方だったり栄養素だったり、伝えることなので、はい、そういったコミュニケーションの基本的なこととか、はい、そういったことが試験に出るんですよ。でもね、すごいですよね、はい、野菜ソムリエなんて、まあ、今年はね特に、自給自足される方も多いと思いますので。そうですよね、やっぱりこの野菜の知識というか自分で育てられるものに対しての、知識を、ね、深めて、はい、いくというのは今年は非常にいいじゃないですかね。そうですね、はい、ぜひ、ね、ちょっと皆さんにもねいい情報をさらにこう伝えて、はい、より良い番組作りをしていきますので、これからもご期待ください。そうですね、ちょっと遠いですね、やっぱり ね、 ね、そうですね、なんかちょっとねやりづらい感じはありますね、本当にね早くね、はい、収束してね、うん、普通にできるようにね、願ってますけどね。そうですね、まあね、明るいニュースがあるということで。そうですよ、ね、今桜もちょうどいい時期にも来てますけども、はい、まあ、見れない方も多いと思いますが、まあ、はい、明日はね、来年もまた桜咲きますからね。そうですね、未来は明るいと思って、これをね、はい、みんなで乗り切っていきたいですよね。いきたいですね、うん、はい、そうですね。さあ、今日のレッスンなんですけども、はい、何を教えていただけるんですか。今日はですね、まあ野菜ソムリエ、はい、取ったということで。お、野菜をやりたいところではあったんですがおっと、まあ、今年はね特にちょっと寒く暖冬できて急に寒かったですよね。あ、そうでした。風も強い日多かったですね。そうですよね、うん、で少しまあ、これから、植える野菜のですね、出荷が少し遅れてますので、遅れていますし、まだちょっと、植えるとですね、霜には可能性もあるということで、はい、まあ、ちょっと1週ぐらい、ずらしてですね、今年は春の、宿根草ですね。宿根草、はい、草ですか。お花なんですけども、はい、ちょっと一年草みたいな華やかさはないんですけど、毎年この春、からですね、夏にかけて、お庭に、こう気品高くですね、咲いてくれる、まあ、必ずまあ出てくれるような、お花をですね、今日はご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、宿根草ということなんですけども、はい、これですよね、ほら知ってますよ。そうです、まずはい、ザ宿根草です。これラベンダーってザ宿根草の、はい、一つだったんですか。そうなんです、まあ、毎年必ず出てくる。あ、言われてみればラベンダーって、はい、これですね。そうですね、はい、毎年出てくるし、はい、どんどん増えていくイメージがあります。そうですね、まあ、なんで住宅街で10軒あれば、はい、絶対 2,3 軒は植えてる宿根草の一つがこの、まあ、ラベンダーですね。はい、宿根草って結構幅広いんですね。幅広いですね、まあ、ここら辺今お持ちしたやつはどちらかというと、はい、俺だ俺だっていう方の、
宿根草何ですか、俺だっていうそんな主張が強いってことですか。主張がどちらかというとまあ強い方まあ確かに香りはすごいラベンダーいいですからね、はいはい、お庭でもすぐ一目につきますもんね。そうですね、まあ、ですので、まあ、ザ・宿根草の、ランキングに入ると、まあ、可憐というよりは、はい、しっかり存在をアピールして、株も大きくなってくれる、宿根草ですね。これが、ラベンダーで、はい、いや、いい香りイングリッシュラベンダーですね。もうこの近くで香りが漂ってきますね。そうですね。でこれははい、チェリーセージとチェリーセージですね。これは種類が違うんですか。でこっちが、セージのグレッキーブルーという青色ですね。綺麗。これは私はちょっと初めて見ました。まあこちらもですね、チェリーセージの中でも、こういう真っピンクなものもあれば少し白い斑が入ったような、ものもあって、まあ、これも本当に植わってる人多いです。で毎年、必ず出てきてくれますので。いいですね、はい、育て方も楽なんですか。楽です。宿根草結構何がいいかっていうと、はい、植える場所さえ間違えなければあとは何もしなくていい。じゃあ水あげだったり肥料を何回に1回はあげるとか、そういうことは。花つきが悪くなると少し追肥しますけど、はい、あんまりもう気にしなくていい。これは本当ずくなしでも、ずくなし伝説の始まりです、ね、ピカチじゃないですか。今日は煩悩の塊シリーズなんであそんなに手軽なんですか。手軽です。なので最初の入り口さえ間違えないように植えると。なるほど、植える場所、はい、植える場所どういった場所がいいでしょうか。でこれは、煩悩の最強系です。どこに植えてもいい。どこに植えてもいい。あ、宿根草の中でも種類によってはあるんですね。どこに植えてもよくて、しっかりと育ってくれる。なんて健康体な植物なんですか。逆に言うとこれから紹介するやつの真逆でしっかり日が当たった方がいい感じですね。あ、こちら、はい、まあ、なのでお庭で、はい、一番目立つようなところに、植えてくれて結構だと。いうのはこの、3つですね。日当たりが良ければ、はい、何でも濃いな植物なんですね、はい、ですよくラベンダーって言うと、はい、ポプリにしたりだとか、はい、ハーブティーで入れたりとかいうイメージもあったりするんですけど、はいはい、この辺りもセージとかもそうですか。このセージは観賞用ですね。ハーブというよりは、あ、そうなんですか。俗に言うハーブというよりは観賞用で、使うと、見つかるというか見るようですね、はい、植物でもいろいろあるんですね。ありますね、はい、まあ、ハーブはハーブでちょっと植えていただいて、ハーブというか、摘んで使うようですね、はい、この摘んで使うようなハーブもその宿根草の仲間なんですか。それは、宿根じゃないのもあるので。あ、そうなんですか、はいはい、まあ、ですので、まあ、どちらかというと毎年植えてもらうような感じですかね。あ、はい、そんなにこういろいろあるんですね。いろいろあります、はい、じゃあ毎年植えなくても出てくるものが宿根草。そうですね、はい、まあ、出てくるものもあるということですね、はい、そうなんですね、はいはい、じゃあちょっと今日はですねこれを皮切りに、はいはい、毎年出てくるもので、うん、まあ、普通パッと見て売ってるようなものじゃないものを、なるべくご紹介していきたいと。じゃあ今日はレアシリーズが多いってことですね。レアシリーズですね。まあ、宿根草の好きな方が好きそうな、ものをご用意しましたので、はいはい、よろしくお願いします。はい、それでは、はい、次の宿根草ですね。なんか見た目がすごい面白いですね、はい、そうですね、まあ、これがですね、はい、白帯だとしたら白帯、はい、なんとなくこう今黒帯ぐらいに入ってきた。黒帯柔道で言うと急に柔道来ました。柔道やったことないんですが。あ、ないんですか。ないんですけども、それぐらい上級者来てるってことですね。なんとなくここら辺から有段者。あ、有段者に、はい、
になりつつあると、はい、いうことですね。これなんて私も一目見た瞬間から線香花火しか見えなくて、はい、そうですよね。ちょっとここら辺で、まとまって咲いて、まとまってパチッと、はい、こうここが花開いてるみたいな。そうですね。はい、これをお持ちしたのが、はい、なんとなく全部似てますよね。そうですね、はい、葉っぱの形状もちょっとなんか小松菜っぽい感じ。そうですね。こういう感じだとか、はいはい、花もなんとなくこの花もですね、なんとなしによく見てみると細かい花がわっとまとまって咲いてる感じが似てますけども、はい、これが、桜草で、これがクリーン草という宿根草なんですけども、はい、全部桜草科という仲間です。あ、そうなんですか。はい、まあ、早い話が、はい、これ花びら見てもらうとですね、こう桜の花びらって5枚あるんですよ。はい、あ、そう言われてみるとそうか。でこれも、桜の花のようにですね、形が似てて5枚。あ、本当だ、5枚ありますね。はい、こっちもありますし、まあ、それで桜草の仲間として、まあ、いとこぐらいですかね、なんか大家族のいとこというか、まあ、兄弟ぐらいなんでしょうか。はい、で、似てると。で、まあ、何が決定的に違うかというと、はい、こっちの方はですね、うん、この一段に花をいっぱいつけるんです。あ、こう上から見ると分かりやすいかもしれないですね。こう丸く咲いてますもんね。そうですね。でこっちはですね、はい、だんだんにこうつくんです。おー、確かに花芽がいっぱいこう、はい、わわわっと咲いてる感じはしますよね。これがね、この段がこう1、2、3とこうついてくるんです。あ、これがもっとあれなんですね。そうです。和の段ができるんです。和の段ができていくんですか。はい、まあ、クリーンソーと、まあ、いうので、まあ、クリーン9個の和と書いて、和名ではクリーンソーっていうので、まあ、そういう流れなんでしょうかね。はい、まあ、これが、まあ、出根の、次の、ステップということで、まあ、春先非常に売れる、出根草の一つですね。はい、やはりこう形だとか色合いとかも可愛いですから、はい、やっぱ皆さん目にしてちょっとこう、そうですね、ラベンダーとかこちらセージとは違ったものもって思うと、はい、こっちを選ばれる方が多いですね。そうなんですね。やっぱ花がね、優しい、非常に優しい。確かに、まあ、ですので、でこれからまあ、ね、紹介していきますけど、はい、これ最後の華やかな方です。あ、これから少しなお、落ち着いていく、地味に地味に、はい、ちょっと次地味の絶頂を見せましょうか。あ、ぜひお願いします。地味の絶頂ちょっとすぐ待ってください、はい、今持ってきますから。はい、じゃあこちらちょっと下に置かせていただきまして、はい、さあこれね、すぐやる予定じゃなかったんですが、はい、何でしょう、ティアレアという出根草ですね。すごいなんかレトロな色合いですね。ですよね。もう本当になんていうんですかね、枯れてるような色合い、赤茶っぽい、はい、こう深い色合いですね。はい、これを他の花の周りに置くとですね、なんか買う気がしないような感じいいですか、花屋さんが買う気がしないって言っていいんですか。ここから挽回します。ここから、なるほど、はい、挽回するためのあえてのティアレラ、ティアレラです。なぜあえて真逆の松をここに持ってきたかというと、このティアレア、売れなそうに見えるんじゃないですか。はい、これ結構売れてるんです。え、なんでなんか理由があるんですか。これはね、花をね、ここからも出根草、まあ、なかなか出根草と山野草のこの区別は難しいんですけども、はい、山野草っていうジャンルはやっぱり遠目からなんじゃいっていうよりも、より近づいて見た方が趣が深いんですよね。でこのティアレアの花をよく見てください。これこっちの方が分かりやすいかもしれない。ちょっとカメラさんもちょっと寄っていただいて、おしべが花から10本出てるんですけど、はい、あ、本当だ。これが花火がこう、はい、花火がこう散ってるような、見えます、見えますよね。今安曇の花火思い出しましたよ。思い出しましたよね、これ、はい、こうやって近づいて見てると
ん、あこのティアレアもいいなって。確かに。で葉っぱがですね、うん、ちょっとあの秋口に紅葉してきますので、あ色変わってくるんですか。赤っぽくなるんですか。え赤っぽくなります。まあ、ですので、パッと見花屋さんでお花いっぱい置いてある中でこれ見るとなんだ雑草かと思う方いるんですけども今日いますね。今日でもこのもう花に見え始めたらもう綺麗にしか見えなくなってきますから。なるほど。あれですね、一目惚れタイプな子なんですね。一目見て遠くから見るとあれだけど近くでじっと見つめると、はい、もう心が離さないみたいな。なんて言うんですかね、あのすごい困ってるじゃないですか自分の好みじゃない人と付き合ったことはありますか。それと同じですすごい極論きましたねまあそういうこれはそういうお花です。そう思って植えてみてください。これ、これ上級者としてやはりこれちょっとおすすめです。ティアレア、はい、すごい儚さがいいですね。この白に上がちょっとピンクっぽい淡い、ね、なんていうんですかね、このセピア色というか、はい、なんか懐かしい、はい、昔のアニメを見れるような、はい、そうですどちらかとこう、はい、心が汚れてない清純なハイジみたいなそこまで行きました。来ましたね。これを見るとちょっとこう童心に帰るレトロさがありますね。ね、そのでこれ単体見てると、まあ、そこまでいけるということでですね、ぜひこれよろしくお願いしますはい、はい、次はもうちょっと、山野草チックの、あれですね、宿根草をご紹介したいと、はい、思います。はい、さあ続いての宿根草は何ですか。はい、これは、これはですね、はい、小田巻ですね。小田巻、はい、まあ、これもまあ、結構定番、植わってる方多いんですけど、まあこの形がですね一番定番の、独特ですよね。花弁が上と下と、そうですね、はい、交互になってるってことなのかな。すごいか芸術性のある形ですね。ちょっとこう、ね、角みたいのがひっくり返ってあるような感じですね。まあ、でこの小田巻に、はい、飽きてきた人が次に行くのがですね、はい、この風鈴小田巻ですね。あ、でも言われてみるとなんかこの白いこれお花なのかな、花びらなんですか。これ花びらなんでしょうね。これが、うん、すごいこう、はい、風鈴に見えますね。そうですね、二色咲きということで、この傘と下の風鈴が色が違うという。色が違う。ちょっと上上げると分かるかな。こんなに違うんですね。そうですね。で普通の小田巻はこうそっくり返って、咲いているのに、これはこういう、クリスマスローズのように、あ本当だ、はい、こう下がってですね、咲くと。ちょっとこう首をかしげてるような。そうですね、うん、結構ねこう線が細くて、風鈴がついているので、庭にあると少しこう、可愛らしいというか、けなげな感じですね。そうですね、はい、また葉っぱもなんかちょっとクローバーみたいな可愛らしさもあって。そうですね、お花だけじゃなくて、はい、葉っぱも楽しめそうな、ね、葉っぱもなんか特有の感じしますよね、うん、はい、でそれのですね、はい、小さい版ですね。あ乙女、風鈴、小田巻ですね。乙女、はい、女房役というところでしょうかね、これ一緒に ね、またピンクが可愛らしいですね。そうですね、これも同じようにですね、中のちょっと見えますかね、はい、白い花びらがちょっとありますね。そうですね、うん、まあ、非常に、風に当たると、揺れて可愛らしい、花ですね。高原に咲く花みたいな、はい、そうですね、ちょっとこう高いところで、けなげにこう咲いているような感じですね。まあ、ここら辺もですね、まあ、基本的に、半日陰ぐらいで、まあ、木の下あたりにですね、はい、木漏れ日が当たりながら、直射日光がガンガン当たってないようなところで、いるようなお花ですので、はい、まあ、そういう場所に植えていただきたいと
いうことですね、はい、こんなに種類あるんですね。いっぱいあるんです。え、まだあるんですか。まだあるんです。これが終わりじゃなくて、まだまだいっぱいあります。今日は時間のある限り、ある限りあ、じゃあ続いてご紹介いただきます、はい、続いていきます、はい、さあ続いてなんですけども、はい、また線の細い宿根草ですね。そうですね、はい、どんどんと、段位が上がってくると、はい、どんどん、はい、宿根草の中でもかなりレアなタイプなんですか、はい、なんていうんですか、山野草ですね、ほぼ。で、まあ、線の細い、うんうん、で花も少し小さいような、見つけると嬉しいっていうようなジャンルでしょうか、うん、ここの山に来ると、ね、またね、はい、可愛らしい色合いとなんかけなげな感じしますね。そうですね、すぎて、はい、こちらはですね、はい、フーストニア、はい、ちょっと品種名がね、ミコウクシミュラードっていう、まあ、非常に横文字がおしゃれな感じの、はい、感じ、ね、名前ですね、はい、でこれがカンパニアの、仲間で、ロタンディフォリアという品種なんですけども、はい、糸写真と言われているものですね、和名が。糸写真、はい、写真という植物があるんですけど、その中で、よりこの茎が細い、糸のように細いと、細い写真ということで。あ、なるほど、はい、確かにすんごい細いですよね。細いですよね、針みたいな細さで、ね、この高さが出てくる場合には細くてしっかりしてる感じですね。はい、なのでその写真の仲間なので、この釣り鐘状のこういうような、花が咲くということですね、はい、で次にですね、このワーレンベルギアですね、はい、まあ、これもね、何とも言えない、この白ブルーというか、本当だ、真っ白かと思ったら近くで見ると少し見えますかね、ちょっとくすんだ白なんですよね。そうですね、ちょっとブルーみがかったというか、濃い、それが可愛いですね、はい、これもね、こういう花が、いっぱいこう咲くんですよね、まあ、その姿がですね、やっぱり、まあ、非常に、綺麗だと、はい、ま、いいですね、いろんな色もいいけど、なんだかんだ白って心洗われる色じゃないですか。色ですよね、やっぱ永遠の色ですよね、まあ、ですちょっとこれブルー系で揃えたんですけど、はい、まあ、少しね、このブルーの濃いブルー濃淡があって、ちょっとこういう白みが入ったようなものもあると、まあ、非常にお庭的には、統一感があって、綺麗かなという感じですね。確かにお庭作りには色合い揃えたりとかするとまた一段といいですよね、おしゃれさ増しますよね、はいはい、まあ、非常にね、上級ですけどね、色をこう統一していくということは、ね、難しいですもんね、いろいろと、まあ、そんな中でですね、はい、このフーストニアはですね、結構ね、こう小さくコンパクトにこんもりとして、でそのところにお花がこうなんていうんですかね、散るような感じですか、散るような感じですね、こうホタルがこう、あ、いいじゃないですか、なってるような言い方を、いい言い方をすれば、まあ、そのような感じの宿根草ですね、はい、面白い宿根草、奥深いですね、奥深いですね、やっぱり宿根草の、まあ、コーナーに行ったらですね、まあ、ぜひですね、パッと見てないで少しこう近づけてですね、一回見てもらうとなお趣があるということですね、はい、はい、でそんな中でですね、まあ、次はまた華やかな、はい、はい、来ましたね、これなでしこですね、はい、横文字で言うと、まあ、ダイアンサスというものなんですが、まあ、これね、これも宿根で毎年出てですね、はい、まあ、鉄板の宿根草の一つなんですけども、まあ、これはよく見るんですが、まあ、その中でもですね、この2つですね、なんか、はい、特にこちらはすごい似てますね、これも、ね、全部ね、そのなでしこの同じ仲間です、仲間なんですか、同じ仲間なんです、
まあ、その中でもやっぱり、ちょっと山野草寄りの宿根草になってくると、よりコンパクトになって、可憐に、なっていくんですけども、はい、これもねまた、横文字であれなんですがダイアンサスのリトルゼファーというものですね。これがでこちらが、ハイランドフレイザーという品種でどちらもねものすごいコンパクトで咲きます。ポンポンポンと植えればでこれは大きくなるので、まあ、少し間隔空けて、はい、こちら植えた方がいいですか、ね、いいですね。でこれはなんかどっかの、お庭のなんか植わってたり、する中の一個のアクセントにポンポンとこうやってあげると、このダイアンサスがこう咲いてきて、はい、あ咲いたねっていうような感じですね。あ、咲いたねって感じです。あは何なんですか。発見したって感じです。発見したって感じじゃないですか。よく見たら発見したっていうような。それぐらい普段はちょっと影に隠れてるけど、はい、花が探すとまたちょっと。あ、咲いた、今年も咲いたねっていう。ちょっと心がほぐれるような発見をするということです。こっちはどっちかさオラオラ系ですね、これ。そうそう。見てくれと。なんかちょいちょいだけですよ。まあね、そうやっていくとね、なかなか同じ花でも、同じ仲間でもね、使う植える場所の用途が変わってくるので、そうですね、非常に面白いですね。まあ、玄関に近い方はこういうようなものがあった方が、インパクトがあっていいですよね。はい、結構これでいろいろ山野草やってきたんですが、はい、まだ時間がね、あるということで、はい、これいきましょうか。これシシリチウムですね。はい、シリチウム、はい、なんかお花の花びらが線が入ってるのがストライプ柄で可愛いですね、はい、可愛いですよね。で濃い、グリーンのところに、ちょっとこうストライプ柄の淡い紫があって、で花芽もものすごいつけて、まあ、非常に人気あります。これ今までの系統はちょっと違いますよね。そうですね、はい、なんかシュッと咲いてる そんな感じです。してかわしていいですね。わーっとほけてというよりは、うん、ガチッと小さくこう丸くこう咲くような咲いてくれるんですか、はい、感じですね。でもこれだけもう、はい、この段階でも花芽がこれだけついてるから華やかさがさらに一段とアップしそうですよね。そうですね、はい、うん、まあ、宿根草といっても、まあ、これだけ、いろいろな、種類があると。で、まあ、まだたくさんね本当いっぱいあるんですよ。で変わったものばっかりね、やると、またね、ティアレアみたいなこういうお花もあるので本当にやってみたいんですが、また機会があるときにですね、よく見たら素敵というシリーズもあーそれいいです ね、ティアレア系のねこういうやってみたいです ね。普段お花に触れてる友幸さんだからこそ、はい、分かる、はい、この素敵さというのもありますもんね。そうですね、まあ、大体皆さん一周するので、クロートクロートで、どんどんなってきて、で最後はもう一度スタートに戻るというのが多分花のサイクルじゃないかなと思いますね。はい、いや今日は本当にたくさんこんなに、はい、種類があるとは思いませんでした。そうですね、まだまだたくさんありますし、有名な宿根草の産地が、まあ、八ヶ岳とか、近いところにありますので、まあ、そういうね、環境を生かしながら、まあ、たくさん、宿根草をねこれからも入れていきますので、ぜひですねご来店いただいて、分かりやすいポップもね今いろいろ作って、ありますので、ぜひ読んでいただきたいと、ね、見ていただきたいですね、はい、さあ本日宿根草について教えていただきました、はい、ありがとうございました。